んこんにちは、にわとわにです。今日は丸々と同じ鍵を使って開けられる宅配ポストをご紹介いたします。こちらは横浜ランドマークタワー34階にあります YKKP ショールーム横浜です。改装してポストのラインナップを少し増やしました。こちらはルシアスポストユニットになります。今年追加したバニラウォールナットは玄関ドアと同色で簡単にトータルコーディネートできます。開口部も大きくダイヤル錠もついておりますので、3センチまでの荷物なら受け取ることができます。その他にもこちらもルシアスポストユニットの色違いですね。そして今日ご紹介するのはこちらのルシアスポストユニット HA01 型とピタットキーシステム宅配ボックス1型の組み合わせです。で、奥にはポスティモアルファの宅配ボックスも展示しております。で、その他にもこのショールームには、リフォーム用のドア、ドアリモや樹脂窓の APW330、トリプルガラスの430の展示もございますし、間取りもシャッター、新築でもリフォームでも選びやすいルシアスバルコニー、その他さまざまなエクステリアの商品ですとか、インテリアの商品ご紹介しています。はい、ということで、丸々と同じ鍵で開け閉めできる宅配ボックス使い方をご説明します。こちら通常は簡単に開けられないようロックされておりますので、ボタンを押すと解錠されます。宅配の方は扉を開けて荷物を入れたらこちらの受領印を押していただけます。こちらは通常の印鑑ではなくシリアルナンバーになっておりますので安心です。その後ボタンを5秒長押しすると鍵が閉まるという仕組みになっています。次に開け方です。2つ開け方がございまして、1つ目は暗証番号を入力する方法です。2つ目はこのカードキーを近づける方法です。玄関ドアと同じ鍵になっているため大変便利に使えるという代物になります。外出中はもちろん在宅中も対面せずに受け取れるというところが大きなメリットかと思います。玄関ドアと同じ鍵を使って開けられる宅配ポスト、いかがだったでしょうか。現在ですね、スマートコントロールキーが刷新されまして切り替えの時期になっておりますので、採用の際はご注意いただければと思います。また不明な点はぜひ、お問い合わせセンター等含め、お問い合わせいただければと思います。それではまた。